はい、佐藤あやみです。最近ですね、2キロ、3キロぐらい太って太ったんですよ。なのでちょっと3日間ですね、ファスティングというか、クレンズジュースを使って置き換えダイエットをしようと思います。まず1日目の朝ですね、朝ごはんを今から朝ごはんというかクレンズジュースを飲んでいきたいと思います。もうお腹ペコペコなんですよね。じゃあまず朝一の体重を測っていきたいと思います。1日目の体重 47.2kg です。約3キロぐらい太ってますね、これは。はい、私が飲んでるクレンズジュースがこちらです。東京ボタニカルジュースクレンズダイエット、味はベリーベリーにしました。これいろんな味があって、しかも値段もお得だったので、全然短期間集中ファスティングとかにはありかなと思います。まずこれ計量スプーンに2杯、計量スプーン2杯だから1、2で、結構多めに作るから 2.5 杯ぐらいいけますね。水を入れます。で、これなんかね、見る感じチアシードとか入ってて、なんか腹持ちが良さそうな感じ。混ぜるとなんかあれっぽくなってくる、なんだろう、スムージーっぽくなってきます。じゃあ氷を入れたのでいただきたいと思います。いただきます。美味しい。つぶつぶが入っとうけんね、なんかつぶつぶに味が凝縮されとって、ジュース自体はやっぱり薄いんですけど、でもほんのりベリー甘くて、全然これなら続けれる感じです。1日目の朝ごはん完食しました。次は昼ごはんですね。またお昼会いましょう。カメラの充電がちょっとなくなっちゃって、なので携帯でちょっと撮ってます。今夜ご飯です。お水入れます。いただきます。何ですか？おはようございます。2日目の朝です。今日はね、朝なので体重を測っていきたいと思います。46.7。もう昼外にいたので、外で炭酸水を飲みました。私はでね、もう本当にお腹が空きすぎてね、もう本当に我慢できんっていうか、もう死にそうなんですよね。でもとにかく今から夜ご飯を飲みたいと思います。で、どうにかお腹を満たしたいと思ったので、じゃん、強炭酸水、はい、強炭酸水で割ってちょっとね、お腹を満たそうかなと思います。すごいすごいすごい、もこもこがすごい、ビールみたい。やばい、これ水の方がいいかも。逆にお腹いっぱいすぎて吐きそうというか。でもいいね、これはめちゃくちゃお腹空いてる時炭酸ありかもしんない。おはようございます。すごいね、寝癖がやばいんやけど、見てこれ、ボサボサ。はい、今起きました。今からね、お腹が空いて死にそうなので朝ごはんを食べていきたいと思います。その前に体重を測りに行きましょう。45.8kg。
皆さん見ていただいた通り、なんと 2.7 キロのダイエットに成功しました。はい、もうやっと戻りました。体重が本当に嬉しいね、嬉しい。3日間だけど頑張ってよかったと思います。クレンズジュースとかがあって、栄養とかまだね、あのバランスはまあ普通に食べるよりは少ないとは思うんですけど、まあなんとか普通に生きていけるというか、そういう感じでやっていけたのでまだ良かったんですけども、もしね体調悪くなった方とかはね、無理せず、あのこれは本当にその方に合った方法で、自分に合ったダイエットをするのが一番だと思うので、私はあの短期間でこう減量っていうか減らすっていう風な方法をいつもやってるので、そういう方の参考になればなと思います。これから私は今3日間食べてなかったので、その次の日、次の日その次の日ぐらいまではあのお粥とか、あとうどんとか消化に優しいもの、お腹に優しいものを食べながら、徐々にこう体に食べ物をこう与えることをね、慣れさせていこうかなと思います。このダイエットで一番成果が出たところ箇所があるんですけど、それがねウエストなんですよ。いつも履いてるズボンを履いてるんですね。ゆるいの、めちゃくちゃカポ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 。ここまでね、あのお腹に変化が出ると思わなくてびっくり。体型維持というか体重維持というか、そういうのの動画とかもちょこちょこっと撮っていこうと思いますので、皆さん見ていただけたら嬉しいです。よかったよとか、ちょっと自分もダイエット頑張ってみようかなって思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。